月19日、火曜日ですね、11時30分1分を回ったところでございます。このお時間は頑張れ南葛 SC でお付き合いお願いします。司会の私吉本興業の井上真と申します。そしていつもの浅田さんがですね、今日はあの学校を回る夢授業というの先生をやっているということで、今日はこの方においでいただいております。はい、皆さんこんにちは、南葛 SC の尾又博之です。よろしくお願いいたします。お忙しいのにありがとうございます、ね、こちらこそありがとうございます。女子ウイングスの監督に、今年からね、今シーズンから就任いたしましたということで、はい、そんなお話も聞いていきたいんですけど、これ本当にね、皆さん残念なのがこれラジオですから、こう再々言っておりますけど、この尾又監督がこうもう絶世のイケメン、めっちゃイケメンです福田さんがねエコーで入って、私もね最初こんにちはって入っていらっしゃった時にハガミしましたもん。本当でしょ、ハガミ筋、キラキラって音がするぐらい本当にこれねあの葛飾 FM の、インスタグラムですか、先ほどね写真を撮っていただきました。それをご覧になったら尾又監督がねどのぐらいのイケメンかって分かる、うん、分かりやすく言うと、うん、本当に実写版のベルサイユのバラの王子様みたいな顔してます。本当そっち系ですねご本人的にはどうですかまあでも言われ慣れてますね。まあそうでしょうね、これね本当に嫌味がないんですよ、言われ慣れてるっていうのも、そうやってねいじられ慣れてます、スポーツ選手として、まあそうですね、というのも尾又さんはあの元 J リーガー、はい、FC 東京に始まりね、大宮 RDJ です、はい、ですね、湘南ベルマーレ、はい、有名なチームアビスパ福岡、ね、セレッソ大阪、はい、もう数々のチームをトップトップで、渡り歩いて南葛 SC に選手として加入して、その後、そうですね、今年は監督ということで、はい、詳しくちょっと伺っていきたいので、ね、はい、よろしくお願いします。とりあえずオープニングの方ね、はい、じゃあ、頑張れと言いますね、美しい美声で南葛 SC のご視聴お願いしますね、はい、それでは井上真と尾又監督でお送りしていきたいと思います。今週も頑張れ南葛 SC、はい、キックオン。ごめんなさい、教えるの間違えました全然違ったよ今さあ改めまして、井上真でございます。そして今日は尾又博之です。はい、尾又監督、女子ウイングスの監督さんに来ていただいてますということで、すいません、あの最初合わせるところで指導の方間違っちゃってました南葛 SC っていうのはこうあのエンディングで合わせるやつで、すいません、オープニングはキックオフの方でした。そうですよね、ごめんなさい、はい、すいません。さあちょっとね、尾又さんのことをご紹介させていただきますと、はい、まあオープニングでイケメンだということをお話しさせていただきましたが、フルネームが尾又博之さんということでございまして、もともとは FC 東京の下部組織出身、現役時代は左利きのディフェンダーということでね、はい、今は引退をされてるという、まあ選手は引退してます、はい、先ほどもおっしゃいましたけれども、オミアルディジャ湘南ベルマーレ、セレッソ大阪、アビスパ福岡、ね、はい、J リーガーですからね、キラキラとした人生をね歩んでこられて、まあ細々とやってきました。でそして南葛 SC の方は4シーズン目になると、はい、そうですね、最初は選手権という形でありましたけどね、最初は選手で試合にも出て、はい、選手兼コーチが、そうです、2シーズンですか、3シーズンか、3シーズンやって、今シーズンからはそうですね、ウイングスの、はい、はい、4シーズン目ですね今年は、ということになります、はい、この葛飾にのチームにね来られてからの、はい、この3シーズン、まあ4シーズン目になりますけど、いかがでしたご自分の感覚としては。まあ、最初は本当に選手として入ってきてたんで、あの、まあ、指導者という形ではなかったと思うんですね、はい、選手兼コーチでしたけども、もうあの助っ人というか大型助っ人としてね、まあどうなのか分かんないですけど、まあでも本当にもう指導一本になって、指導の楽しさというか、はい、チームを見ていくっていう面白みが、はい、やっと分かってきました、ね、なるほど、はい、まあ、あの男子のトップチームのコーチという形でベンチに立ってたんですけど、はい、途中からですね、あの立ち姿が背高くてスタイル良すぎてあの人監督かっこいいよねって僕言われたことありますよ、見に来た人に、いや違う違う監督はムカサミドル先生だからって言ってたんですけど、まあ、一応あの、ベンチは一人しか立つことができないんですよ、あ立つ、はい、ベンチから立って、テクニカルエリアっていうのがあって、あそこは、まあ、あのスタッフも一人しか立てないんですけど、なるほどね、僕ちょっと立ったところから見てたかったんで、はいはいはい、まあ、監督とそこはちゃんとすり合わせといて、そのなんか監督の意見をこう大きい声で伝えたりとか ね, そうですね、はいはい、する役をやられてたっていうね、はい、ただその立ち姿がちょっと絵になりすぎて
かっこよくないあの人みたいになってましたよだから心配なんですよ僕は。今年から、はい、まあ、あれですよ、横山監督の後をね、はい、継がれて、はい、女子の監督になると、うん、トップチームはじゃあ離れちゃうってことなんですか。まあそうですね、あのトップチームからは一応離れましたけど、まあ、一応二軸未来公園で一緒にね、トレーニングやってるので、同じタイミングで練習してるから顔合わせれますけど、はい、あ、全然顔合わせますし、はい、今でも自分の車乗っけて帰り一緒に帰ってたりするんで、あ、選手たちよね、はい、男子の選手たちよね、だから日々コミュニケーションは、はい、女子の選手たちはダメですよ乗って、乗せて帰ってじゃあ僕心配してるのはちょっと尾形さんはねかっこよすぎるから女子がちょっとなんか上の空になっちゃうんじゃないかなっていう心配はしてますよまあでも、まあ彼女たちもしっかり目標を持ってやってる、はい、いや真面目に答えてるいや本当新香取神社で毎年行われます、はいはいはい、あれですよ、なんていうんですか、必勝祈願の写真見たんですけど、ちょっともう爆笑しちゃいましたよ僕女子の選手に尾形監督が囲まれてね撮った写真がもう歌舞伎町のホストみたいなんですよちょうどお待たせね、お待たせ君そんな人じゃないんだけど寒いからね、はいはいはい、ロングコートのポケットに両手を入れてる写真があるんですけど、それを本当にこやかに慕われてらっしゃるから女子の選手もう20人ぐらい囲んでるマフィアバリにそうなんですよ、その写真がね福田さん、まあ見せてあげたい、こう それはあれですか、どっかにアップされてます、はい、上がってます、上がってます、ファンの方もね面白がってもうお待たさんキラキラって言ってねツイッターに上げてる写真があるのでぜひ探していただきたいと思うんですけど、まあ、決まっちゃうからね、あれ知らない人が見たら嫌な男に見えます。そうですねすごい爽やかなね、まあ、ぜひ、練習場とかね試合会場にも見ていただきたいですねちょっと待ってください、今ですね生で届きました、はい、ラジオネーム朝焼酎さんからですね、はい、そちらね、はい、男性です、あ、男性なんですね、ですありがとうございます届きました、インスタを今確認しました、これ聞いてくれて、あ、はい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 、うわ尾形監督抱かれてもいいですありがとうございます、これ生放送の醍醐味です ね、 そうですね、男性の方もそう、いや分かりますよ、はい、この感じ、はい、まつげが長いです、とにかくね、もう 目が大きいっていうかこう黒目がちな印象、はい、いや本当ですよ、男性が男性のルックスをこんな熱く語ることそうないですけどもう語らざるを得ないぐらい、本当実質、そうですね、分かりやすくイケメンですよね、本当ですよね、で嫌味がないんですよ、またそこがね、そこがやっぱり伴ってるところがすごいね、ちなみにバレンタインデー先日ありますけど、今はねご結婚されて、はいはい、お子さん18人でしたっけお子さん、いやさっきは11人って言いましたけどねお子さん2人2人です入れますけれども、はい、もう学生時代なんかもそれはもうね、それこそ表になったでしょ、いやでももうサッカー1本だったんだね、まあ、はい、とは言ってもですよサッカーで、あ、でも僕男子校なんですよ、え、男子校、はい、男子校だった、あらも、はい、私立ペガサス高校かなんかですか、いや、ベルサイユ学園さっき僕が言ったやつそれ言った自分で言っちゃったらダメですよね嫌なやつになっちゃいますから、あ、そうなんですね、はい、僕はもう本当男子校 FC 東京のでもジュニアユースというしてね、まあ、やってて って感じですね、はい、なるじゃあ意外と硬派なんですね、だからか、なんか曲がらないで育ったんですねこれ一般社会にサッカーやってなくてこの感じで紛れ込んでたらまあ曲がってますよ多分変なモテ方しすぎて、やっぱりね青少年の育成をねしっかりスポーツは支えてくれる、ね、なんならもう 裏ポッドキャストみたいな話ばっかりしてますんで、ちょっとねサッカーの話をしていきたいと思うんですけども、まあ、今シーズンから監督ということなんですけれども、あ、はい、まあ女子を指導されるわけですよね、はい、女子サッカーの指導っていうのはこれ初ですか、まあ、あのスクールにちっちゃい女の子だったりはいますけれども、君子とかもね、あのチームとして見るのは初めてですね、はい、ですよね、はい、今まあ、どうしてもこの番組では男子トップチームのお話が多くなるんですけども、はい、女子も今年も関東一部で戦うということですね、東京ドームと、ああ、そうですね、はい、東京ドーム、失礼しました、はい、男子と状況は一緒ってことですよね、まあ、はい、ほぼ同じカテゴリーですね、はい、去年は東京ドリーグ一部で優勝して、はい、そして昇格戦の方で、そうですね、昇格を入れ替え戦の方で、まあ、残念ながら逃してしまったという全体制がありましたけれども、はい、まあ、ある種男子と同じような状況ということで引き継いだわけですけれども、はい、どうですか今シーズン、まあ、チームに去年の12月中旬ぐらいから、はい、まあ、関わらせてもらったんですけども、はい、
まあ一人一人 の、 あのスキルっていうのは非常に高いものを持ってますし、うん、はい、でやっぱ男子と女子ってやっぱこう運動能力の差が、うん、あ、まあ、なるほどなるほど、はい、やっぱあるので、まあ、単純にキック力とか、まあ、スピードとかですよね、はいはい、でまあそこを男子の基準に合わせちゃうと、はい、もうパンクしちゃうので、あ、でもなるほど、かといって女子の基準に合わせちゃうと伸びないから、うん、あ、なるほど、やっぱそういうところで、まあ、少しこう高い負荷を、まあ、徐々にかけるっていうのはイメージしてやってますね、はい、ご自身でも監督としての初采配になるわけですけども、はい、どうですか、楽しいですか。まあ、楽しいというか、まあ、もう僕自身も、はい、監督としてチャレンジしないといけないかなっていう、はい、なるほど、それもあっての、はい、と思ったんで、うん、まあ、やっぱりそういうお話をいただいた時には、まあ、ぜひお願いしますという形で、はい、そうなんですね、引き受けさせていただきました。じゃあもう昇格受け負い人というか、そこの重責みたいなのも感じていらっしゃいますか。まあ、やっぱり常にそれはね、そうですよね、うん、勝負の世界なので、ね、うん、で、まあ、前任の横山さんがから引き継いだので、はい、やっぱりそういう部分もまあ、積み重ねていきたいなと思いますよね、はい、声もかっこいいんですね何なんですか低くもなく高くもなくいい感じのとこのね、はい、あれですか、男女子も新しい選手たくさん入ったりとか、はい、新加入の選手が、そうですね、何人ぐらいかな、結構入りました、はい、入りまして、まあ、抜けちゃった選手もいるんですけどね、はい、チーム作りの最中というところですけれども、そうですね、どんなスタイルで戦っていく小本監督は。まあ、やっぱり自分たちからボールを握ってやるサッカーができればいいなと思いますし、やっぱその理想を求めながらもしっかり現実を見たようなサッカーもしていきたいなと思いますけどね、はい、いやでもウィングスの試合も非常に見に行くと面白いですよね。面白いと思います。技術レベルも高いし、はい、なんか惚れ惚れする、うん、本当にファンタジーな、まあ、男子とはまた違う楽しさがあると思いますし、はい、うん、魅力的な選手たくさんいますの で、 そうですよ、ね、ぜひ本当になんかキャラクターもそれぞれだし、はい、見に来ていただきたいですね。可愛らしい子も、はい、ね、ユーモアにあふれた選手も、うん、ね、そうですね、美人もたくさんいろんなタイプの選手いますよ。ベンチに立つのがキラキラしたこのまた監督ということですけれども、ベンチでは白い歯が輝く、いや本当ですよ、ぜひお願いします、見に来てください、ね、もう僕は何回もしつこく言ってるんですけど、はい、王子様の格好して立ってるというかねそれはもう関係なくなっちゃうんであれですけども、はい、ぜひちょっと女子も応援に来てほしいですよね、はい、ぜひお願いします、はい、そして小俣監督もやっぱり気になっているのは今季もね、男子トップチームの育英も気になっていると思うんですけど、はい、先日東京カップの、ね、一次戦は決勝戦勝ちまして、そうですね、お知らせしますとね、はい、法政クラブに4対1で勝ちまして見事に一次戦は優勝ということになりました、はい、まあ天皇杯へと続いていく東京カップですけれども、うん、今度は、上に上がるわけですよね。今度は二次戦になりますと次の戦いは関東一部、まあ、五分相当の格上の強豪、ね、はい、日立ビルサービスということ、はい、ここですよね、うんうん、こちらは3月3日日曜日駒沢で、ね、行われるということでね、17時半キックオフ、はい、そうですね、小俣監督もでも男子のトップチーム見ながらやっぱ自分もサッカーやりたいなって思うでしょ。まあ、僕も選手ではないですけど、はい、ソサイチっていうサッカーをちょっと始めて、8人制の、7人制です、7人制のフィールドが6人で、はい、あ、それはプライベートでやってるんですか、はい、そうです。で、まあ、指導だけやってると、はい、頭固まっちゃうので、やっぱ実際に指導しながら自分もプレーするっていうのは やっぱりこういろんなブラッシュアップになって、どこ行ったらそれは応援に行けるんですか、はい、キャーキャー言いに行きたいんですけど調布とかでよくやってます。で、はい、なんていうチームですか、リーグでやってるんですか。はい、ね、関東一部リーグの、あ、そうなんですか、はい、エルアグアっていうチームに入ったんですよ。エルアグア、はい、エルアグアっていう、エルアグア、はい、ちょっとそこも検索しておいてください。エルアグアで検索すると小俣選手としてのプレーも見れるということですね、はい、どんだけイケメンかを見に来ていただきたいなと思うんですけど、プレーに注目したいですね、はい、そうですね、はい、さあこの葛飾 FM ね、はい、リスナーの皆さんに小俣監督がちょっと南葛選手を代表して男女ともちょっとメッセージを一言お願いいたします。はい、まだシーズンは始まってないんですけども、はい、ぜひ男子は3月から、はい、女子は5月からリーグが開幕するので、うん、はい、ぜひ会場の方に応援に来ていただけるとありがたいですね、はい、今日お忙しい中ありがとうございました、はい、またぜひいらしていただきたい、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで頑張れ南葛 FC、 また来週でございます、はい、来週も頑張れ、はい、南葛 FC ありがとうございました、はい。